この DVD ではこれからカットを始めようという人のために、一流のカットマンになるために必要な基礎をレッスンします。相手の攻撃をカットで何本も返しながら反撃に転じる華麗なプレーを目指してください。短いボール見たときは足いかないで手で伸びて手でボール取りに行くじゃなくて、しっかり足入ってから続きすることは大事なんですね。だからボールは足で取りに行く、手で取りに行くじゃないね。このように浅いボールに対するツッツキは、スイングサイズはコンパクトな S サイズです。やはり相手コートの深くを狙いましょう。相手のボールが深めの通常のツッツキは M サイズ、浅めの時の S サイズと2種類のツッツキを使い分けるのが重要なポイントです。ツッツキはフォアハンドもバックハンドも右足前で打球します。その際、右足だけ一歩踏み込んで打つと戻りがスムーズにできなくなります。必ずまずは左足を小さく踏み出してから右足を前に踏み出して打球します。この 1、2 打球の足の動きがとても大切です。1、2で動いて打球、1、2で戻る、この動きをシャドープレーで体で覚えましょう。ただし実戦では動く距離や時間的余裕に応じて例外的な足の運びも必要になります。初級者はまず多球練習で一定のスピード、コース、回転のボールを送ってもらい、数多く打球し、フォームを身につけましょう。最初は一つの技術だけを繰り返します。一つ一つの技術がある程度身についたら、フォアハンドカットとフォアハンドツッツキを交互など、連携の練習をしましょう。カットとツッツキの連携、フォアハンドとバックハンドの切り替え、そして前後左右4点の動きはカットマンにとって必須です。送球ペースはゆっくりめにして、1、2という基本の足の動きと正しいフォームを身につけることを重視しましょう。慣れてきたら徐々に送球コース